よどうしようもなくあふたれたことやっぱ考えたくなる大いに考えたくなる結局うまいこと寝つけないまま迎えた朝っぱらの朝っぱら仲間嫌がらせ地区にお前にメールなんて送ってみれば街に返事が返ってきやがったもんだから思わず好きな質問ショックなお前に本音を語ってみようと思った。